悲劇の王妃の韓国の利政子王妃の親王犬王の人生利用運の第二子父は大韓帝国の元皇太子で利用母は日本の皇族である政子女王王皇族としての御家は王政氏継承は殿下なお金城天皇とは共に国の宮朝子親王を曽祖父とするまたいとこにあたる 1931年昭和6年12月29日午前8時22分、リオウンとその木崎政子女王の第二子として東京で誕生する。兄・シンは溶接していたため、区が王政氏、リケ当主、リオの父に与えられるくらいとなった。翌年の1932年1月4日、命名式が行われ、区と名付けられた。 王家の政敵はのはとなった日本国は囲碁朝鮮王家の皇太子と認めた教育は母と同じく学習院で受けた昭和20年日本の敗戦により日本の朝鮮統治は終止符を打った当時李政子王妃は日本の敗戦を福君のために喜んだと伝えられている 読売新聞日朝優和の政略結婚のりまさ子さん行く1989年5月2日より日本敗戦の日東京で玉音放送を聞く久王は14歳であった父であるイウン殿下とまさ子王妃との結婚から26年目だった殿下おめでとうございますこう申し上げましたが殿下は鎮痛なももちで 後に本式者のインタビューに答えている。夫妻の心は、無論、十分に通じ合っていた。日本敗戦は、祖国、朝鮮の解放、独立につながる。が、両国の狭間でどう生きるか。祖国喪失の身で、竹の子生活の苦難も味わうことになる。皇太子殿下の理運の鎮痛な表情は、きっと、 当時14歳の少年イグにも生涯忘れえぬものであっただろう。リュウンは朝鮮の王たるべく自らの国に帰ることはできなかった。米国の傀儡李承晩によってその帰国を妨げられた。リュウンが故国に戻り歴史ある国として朝鮮が王政復古すれば李承晩の地位が危うくなる。そしてそれを避けることは米国の意図でもあったと思う。 第二次世界大戦後、日本国憲法施行に伴い、王皇族の地位を喪失し、日本の独立とともに、両親ともども、日本国籍も剥奪され、無国籍者となった。伏見の宮弘明王、皇籍離脱後は伏見弘明とは、幼少時から親しく、ともに、戦後は、米国への留学を熱望するようになった。学習院高等科卒業後、 アメリカのマサチューセッツ工科大学に留学して建築学を学び、1958年10月26歳、ヨーロッパ系アメリカ人女性で、5歳年上のジュリア・マロックと結婚してアメリカに帰化した。イグの父、リウン殿下は、昭和35年1960年、高速に倒れる者の,の一命を取り留めた。意識は十分には戻らなかった。 李盆退陣後の昭和三十八年1963年、パク・チョンヒ大統領の計らいで、リウン夫妻は帰国を果たし、リマサコ王妃は完全に韓国に帰化した。夫、リウン殿下は、その後昭和四十五年1970年に、日本で亡くなっている。1963年昭和38年、李ショイスンマン政権が崩壊した後、 パクチョン・ヒモト大統領の助けで帰国した両親の韓国帰国に際して同行する両親妻と共にチャンドク君ナクソンジャに居住し同国の実業家になったがソウル大や遠征大などで建築工学を講義をし会社を経営したりもした1969年当時28歳に養女ユジニアエウゲニアウンスク1959年を迎えている 義義親王ガンの孫にあたる李ンが養子に指名され、リケを継ぐことが全修理次第同窓役員にも承認されていたが、女帝を出張するイヘフォンとの間で軽装となっている。李ンはヒュンダイホームショッピングの児童スポーツ部長であった。全修理次第同窓役員とは、韓国の社団法人。 李氏朝鮮王朝の国王を輩出した前修理氏の末裔たちが設立した社団法人李王家継承者の決定及び祭祀を行う本団体によって選出された現在の李家30代当主は李元である1970年29歳に父である李運殿下が皇居1977年36歳に妻であるジュリア夫人と別居 1979年38歳に経営していた新刊航空が倒産、伊具氏は金をくねしに行くと、故国を離れ、日本にとどまった。以後は、日本、主に東京で生活を送る。同族会からの援助で生活を送るが、やがて送金が停止される。1982年41歳に子がなかったことから、 韓国の全修理次第同窓役員等の勧めでジュリア夫人と離婚した。別居後の離婚ということなので、送信から子供を産めなかった夫人との離婚を勧められということが、離婚の第一の理由というのでもないだろう。1989年、48歳に母親、リ・マサコ王妃まで亡くなった。1996年11月、65歳に、そう 深海などの勧誘を受け入れ韓国に永久帰国し事業を展開したりもしたが失敗し再び都日東京渋谷の小さなマンションで暮らしていたその後は日本の女占い師と暮らした日本の女占い師は宗教団体大和の宮の有田絹子という人物であったようだが詳細は不明朝鮮日報はイグとそう 真の関係についてこう説明するそして、イグ氏は、1996年11月、永久帰国した。創身会、一族の会の総裁として、実務も行い、創業、朝鮮王朝時代の歴代の王や王妃の遺廃を祭るところで開かれる大祭も主観した。当時、イグ氏は、私は、もはや、王家と関係がない、個人、 イグにに過ぎないいと常に語っていただが、イグ氏の韓国の永久帰国は長く続かなかった。神経衰弱も患っていたイグ氏は、故国の地に完全に適応することができず、日本と韓国を行き来して、日本の地で最後を迎えた。2005年、73歳に、知人の援助を得て、かつて塗り大家邸であった赤坂プリンスホテルに宿泊するが、 滞在約1ヶ月が経過した2005年7月16日、心臓麻痺のためのホテルで死去した。看取ったものはなかった。日本の国宝上は返死に当たるので、日本の警察が手続き上司法を解剖した。前述の通り、子がなかったため、リオ運とその木崎政子女王の直系子孫は断絶した。イグは日本で暮らし、いとこの梨本さんの世話を受けていた。 彼女が2005年7月18日に犬を訪問し、その遺体を発見したとのことだ。朝鮮日報は朝鮮最後の皇太子が寂しいし、東京のホテルで心臓麻痺でと犬の死を伝える。2005年7月24日、葬儀はソウルで行われた。葬儀には、龍海国務総理、湯浩春文化財庁長長官、国会議員など、 多くの韓国政府要人や日本からも区の親族が出席した。追放は全修理次第同窓役員によってホエウンと決まった。イグさん、食卓の記憶、再録ロク、2005年7月17日期。朝鮮・利オ王家の手だ一人の直系であるイグ氏が急世された。東京の某ホテルに滞在中に心臓麻痺であった。 滞在中といっても、半ば暮らしているようなもので、おそらくは、その時もお一人ではなかったかと思う。いぐとは途切れ途切れではあるが、長いお付き合いで、死が生まれ育った自宅の思い出を聞いたのも、今や、むしろ寂しい記憶になった。その自宅とは、赤坂プリンスホテル旧館のことである。あの、堂々たる洋館は、 李王朝最後の王位継承者、李雲氏と李マサコご夫妻の新居であったのだ。それが、なぜプリンスホテルになったのかは、猪瀬直樹氏の著書に詳しい。イグ氏はそこで生まれ育った。皇族扱いであったリ家の食卓は、洋食であったという。明治以後、日本の皇族の食卓は、なぜか洋食が定番であったのだ。日朝の王家の根結であったイグ氏は、 そのゆえに、複雑な事情に振り回された。日本で生まれて学習院に学ぶが、圧力に耐えきれず、若くしてアメリカに留学する。最終的には、マサチューセッツ工科大学の建築家を卒業して、アメリカを中心にビジネスに携わった。戦後の韓国には、帰れない年月が長かったが、日本にも居場所はなく、アメリカに留学したものだ。 そんな経歴のためもあって、市は、韓国語、朝鮮語は全く増えてで、日本語は話すだけで、読み書きは、増えて、英語がまるで母国語のようになっていた。そして、それは、食の好みにも象徴的に現れていた。市の行きつけの店が、都内にいくつかあったのだが、中でも、お気に入りは、銀座のパスタ屋であった。銀座東急ホテルに滞在しているときは、 すぐ近くのこの店に気軽に寄っていたようだ。その頃、私も、オフィスが東銀座にあって、市に招かれてご馳走になるのは、水と粉にこだわったパスタばかりであった。何度か食事をご一緒したが、いつもパスタと決まっていて、和食も韓国料理も一度もなかった。パスタは、イグしにとっては、孤立のアイデンティティでもあったのかもしれない。心よりお悔やみ申し上げます。 2005年7月17日、とやき建築家、革命家、作家、チョン・ジドンイグは誰にもディラン、エム・トマスト・トバローズ、ヘンリー・ミラーを読むという話をしなかった彼は、シェイクスピアやマーク・トウェン、ナサニエル・ホーソーンを読むと言ったし詩を書くとし、友達に俳句をえずることもした18編の詩とジャンキー 北海汽線は彼のベッドの下に隠されていたし、浴室の収納キャビネットに隠されていた。1957年、アメリカのすべての大学生は、ビートジェネレーションになったように振る舞ったし、さらに、高大生さえ、ギンズバーグとジャック・ケルアックについて騒いだ。イグは彼らの話を聞いて、微笑みを浮かべた。MIT に4年間通ったが、大学の同級生は、 イグが日本人なのか中国人なのか見分けがつかなかった。ある日一度、私は大韓民国の皇族だと言ったことがあるが、同級生たちは大韓民国を知らなかったし大韓民国に皇族があるということさえ知らなかった。決定的にイグの国について興味を持たなかった。イグは日本で生まれたし、お母さんは日本の皇族であり。 お父さんは韓国の皇族だが、二次世界大戦が終わると、日本と韓国すべてが彼を自国民として受け入れることを拒否した。彼は、アメリカで勉強したかったし、乱暴のように船に乗りたかったが、国籍がなかったし、旅券もなかった。立正版は、イグに皇族になりすまさないという条件で、旅券を渡すと言った。イグは、皇族なりすましたことがないのに。 どうして皇族になりすまさないと要求されるのか理解できなかったが、イグのお父さんである英親のリュウンは頭に切って、李承願の金玉を蹴飛ばしてやると言った。イグは仕方なく、銀座の裏道で旅券を偽造して、両親には宮内庁の協力を受けて旅券を作ったと嘘をついた。イグは 1950年、横浜でアメリカ行き、船舶ゼネラルゴールデン号に乗った。友達である広明と共に、サンフランシスコ港にたどり着いた市ケンタッキー州のダンビル市に住み着いた。イグ一行を助けた、米軍司令部ボーイスカウト本部長であるフィッシャーは、イグに、あなたもジャパニーズかと尋ねた。イグは、しばらくためらってから、自分は大韓民国の皇族だと、小さい声で答えた。 フィッシャーは聞き分けることができなかった。実際、イグは自分が韓国人なのか日本人なのかについて興味がなかった。彼は19であったしま佐に国籍など関係ない時代が訪れていた。イグは詩を書きたかった。彼はレストランで働きながらディラン・トマスのアメリカ朗読の順演をつきまとった。朗読会に東洋人はイグ一人だけだった。 死には国籍がないでしょう。イグが話した。しかし、フィッシャーは、バカな考えだと首を横に振ったし、ヒロアキもまた首を振った。父さんは、電報に悪口を書いて送った。イグは、以後、誰にも詩を書いていると言わなかった。代わりに、彼は建築を勉強した。1950年代には、全世界が、 新しい国と新しい社会を作るために行き立っている時期でありそこが資本主義国家でも共産主義国家でも全部新しい建物を建てて新しい橋を架けて新しい家を作っただから君は建築をするのが良いだろうとフィッシャーが言った建築家イグはふとす全てのことがうまく進むような気持ちに駆られた建築は 土地の上に詩を作ることですイグは、ル・コルビュジェの言葉を呪いを唱えた CMIT 工科大学を卒業した後、イオミンペイのニューヨーク建築事務室に入った。ニューヨークは、騒がしくて派手な都市だったが、路地のどこでもビート族があふれた市建築家を歓待してくれた。イオミンペイの事務室は、マンハッタンにあったし、イグの家はホワイト・プレインズにあった。 イグの家を探してくれたジー,ンダーニージーン、ダールニーは、ボクシング系の有名人の中で、シュガー・レイ・ロビンソンを知らないとアメリカ合衆国をわからないものです。と言いながら、イグを、ボクシングのスタジアムに連れて行ったりした。ジーン・ダーニーは、女をナンパする方法も教えてくれた。恋愛というのは、ボクシングと変わらないです。ボクシングは、力で行うものではありません。 スピードでもありません。ボクシングは領域の争いです。同じように女に会う時にも彼女をあなたの領域に連れていかなければなりません。彼女がよく知っている食堂、よく知っている劇場、よく知っている通りには行かないでください。あなたの区域であなたがよく知っている人々とあなたがよく知っていることが行われているところでデートをしなければなりません。 心に刻んでおきなさい。恋愛は領域の争いなんです。イグは、同じ事務室で働いているウクライナ娘ジュリア・マロックを連れて、ギンズバーグの朗読会に行ったし家に帰るときに、建築は土地の上に詩を作ることだと思います。という言葉で関心を買った後、私は大韓民国の皇族です。という言葉で彼女を笑わせた。一年後、イグとジュリアは、 ジーン・ダーニーを承認を立てて、ブルックリンの聖堂で、素朴な結婚式を挙げたし、ハワイに、新婚旅行に出発した。私は、パク・キチリュウの、韓国現代建築の遺伝子2005を通じて、イグの名前を初めて接した。韓国建築の遺伝子は、空間400号を記念して企画された韓国現代建築表伝を単行本で発行されたもので、パク・キチリュウは、 1963年に刊行された建築に載せられた帰国中であるイグさんの会見記の一部を引用した。都市建築はより合理的で経済的に設計した方がよくて必要ない装飾の費用を節約しながらも美しさを追求しなければならない。オンドルは経済的で住みやすいけれども改良する点は建具の隙間が多くて冬になると風が多く入ってくる。 寒さが心配なので二重窓構造が必要だ。各吉流は、イグが朝鮮王朝の後衛であり、イオ民兵の事務室出身である人材だと短く書いた。大韓帝国最後の後世尊夫婦、アイトベツリガエイガニ。ドイツ系米国人ジュリア・マロックさん、83。韓国では、大韓帝国の最後の後世尊後継者、コ・イグ氏、イグ。 1931から2005の全婦人として広く知られている映画のように波乱万丈な彼女の生涯が実際映画に作られるイグという個人も愛したジュリアそして韓国近現代史の屈曲から自由ではない悲劇の主人公だったイグ2人の運命的愛と別れが映画になるという話は2005年7月 夫の李氏の悲劇的運命とともに少しずつ知られ始めた LJ フィルム代表イスンジェは米国 NBC ユニバーサル系列の映画社であるフォーカス・フューチャーズ代表ジェイムズ・サマースと共同でジュリア・プロジェクト歌唱を制作すると10日発表した200億から250億ウォンと推定される制作コストは両側が半分ずつ持ち年末にクランクイン2007年 全世界で同時に公開するという計画だ。ジュリアさんは、1958年、イグ串と米国ニューヨークのある教会で結婚した。1963年、韓国に入った2人は、ヨン・チン王夫婦、ウン・デンカとマサコ王妃ご夫妻とともに、チャンドク君・ナクソンジェで、交生村と交生式として暮らすことになる。夢のような歳月は、1977年の別居で、 破局、2人は1982年に離婚する。彼らの破局には、子孫がいないという理由などを挙げ、チョンジュリ氏一家の圧力が作用したということだ。愛する夫に会うこともできず、韓国とハワイを往復しながら生活した彼女の寂しさを、映画はどれくらい描き出すことができるだろうか。イスンジェ代表は、ジュリア女子は、朝鮮王家の最後の姿を、 一番身近で見守った人とし、6年前から映画を準備してきたと明らかにした。制作者側は、劇中、利子役は、忠武ロのトップ俳優に、監督と脚本は、英語圏映画関係者に任せるとしている。フォーカス・フューチャーズのサマース代表は、ジュリア・プロジェクトは、2人の特別な主人公がいる、卓越したノンフィクションとして、 ヒロインの愛と生き様は全世界観客たちを魅了すると話している。フォーカス・フューチャーズは、今年のアカデミー映画祭3部門で受賞したブロークバック・マウンテンを制作、配給した会社だ。ジュリア・マロック夫人。離婚して以降は、プラザホテルでケルト工芸店を運営するなど、障害者福祉事業に尽力していたが、1995年に再びハワイに移住した。 2005年4月に自分の生涯を題材にした映画の作成のために韓国を訪問していた最中にイグのフ法に接した現在はソウルのカンナム区にあるアパートで暮らしている赤坂プリンス朝鮮最後の王家であったリオ王家のイウン殿下は大正15年1926年29歳で王位を継承し 日本の皇族の梨本の宮の長女雅子さまを妻として迎え、ここで生活した。当時の利家は皇族に準じたため、この建物の設計は宮内省で行われた。様式はチュダ・ゴシック調であるが、細部にはスパニッシュスタイルが見られる。さまざまな箇所に装飾が見られ、豪華見爛という名に始まり、美しい衣装を持った建物である。チューダー様式の洋館は、 昭和5年1 9 3 2春光。旧区内省匠寮の公務課長、北村光三と、技師の権藤陽吉らが設計した。以前は壁が白かったが、明るい高度色に塗られている。赤プリの愛称で親しまれてきた西部グループのグランドプリンスホテル赤坂は、老朽化などを理由に、2012年3月末で閉館することになったが、最も古い旧館は、 残すことにししていいるらしい建築家の丹下建造氏個人が設計した40階建ての新館などは取り壊す方向でいて跡地の利用は未定だが都心を象徴する建物の一つが姿を消すことになる1955年に赤坂プリンスホテルとして開業し2007年に改名した広さ約3万4000平方メートルの敷地に新館別館 コンベンションセンター、五式などがある。人気の高級ホテルだったが、近年は、外資系高級ホテルの東京進出などで競争が激しくなった。2001年に改装するなど、デコ入れを図ったが、宿泊客はなかなか増えず、価格も下げたため、利益が出にくくなり、営業終了を決めたとみられる。アカプリの土地は売却せず、周辺の地権者らとも協議しながら、新たな、 高級ホテルやオフィスビル、商業施設などの再開発を目指すとみられる。